それではただいまから平成29年度九州工業大学大学院博士後期課程並びに博士前期課程学位授与式を挙行いたします。Ladies and gentlemen, it is our great pleasure to welcome you to the commencement ceremony of 2017 for the graduating students of Master's and Doctoral Program of Kyushu Institute of Technology. 皆様ご起立願います。Please all rise. Hey.お茶してください。プレイスティカス。学位期授与。Presentation of the diploma. 初めに、博士前期課程学位期の授与を行います。博士前期課程の学位期は代表者に授与いたします。本学大学院博士前期課程を修了し、学位期を授与された方。We will now proceed to present the diplomas to the graduates of Master's Degree Program. The diploma is presented to the representative of the graduates. We introduce the name of all the graduates. 工学部機械知能工学専攻、高運校。工学部機械知能工学専攻、劉氏。工学部機械知能工学専攻、フレモン・ドミニク・ベリー。工学部建設社会工学専攻、慶俊明。工学部建設社会工学専攻、高中明。工学部建設社会工学専攻、マ・ケン。工学部電気電子工学専攻、テイ・エイ。工学部先端機能システム工学専攻、マイス・イブ・モノア。工学部先端機能システム工学専攻、アネスト・ティ・マテ。工学部先端機能システム工学専攻、アブドゥラ・ヒル・カフィ。工学部先端機能システム工学専攻、アデボル・イブクン・オラワクト。工学部先端機能システム工学専攻、イジラモ・ウェン・セスラウ・サラテ・セグラ。工学部先端機能システム工学専攻、専攻、金光輝。工学部先端機能システム工学専攻、ファン・キン君。工学部先端機能システム工学専攻、クアンサ・トゼフ・エンミン・ゴショクロボ。工学部先端機能システム工学専攻、チャン・ゴン君。工学部先端機能システム工学専攻、大花サムス・イスラム・アンタ。生命体工学研究科、生態機能応用工学専攻、キシャム・ナビル・マハウド・パグラル。生命体工学研究科、生態機能応用工学専攻、ユー・イゴ。生命体工学研究科、人間知能システム工学専攻、ガビ・ブラカシュ・ジョシ。生命体工学研究科、人間知能システム工学専攻、ニーレシュ・デビリ。生命体工学研究科、人間知能システム工学専攻、ジョー・ヨンジ。以上、博士前期課程修了者は、施設者も含め、工学部20名、情報工学部1名、生命体工学研究科6名、計27名。それでは、代表者に学位を授与いたします。
total of 27 master's degree students, including some kids, completed their course. 20 graduates from Graduate School of Engineering, 1 from Graduate School of Computer Science and Systems Engineering, and 6 from Graduate School of Life Science and Systems Engineering. Now, we would like to present the diplomas to the representatives. 工学部代表、テイエン。学歴、テイエン。本学大学院工学部電気電子工学専攻の博士前期課程を修了したので、修士、工学の学位を授与。平成29年9月20日、九州工業大学職に入りました。生命体工学研究科代表、劉以後。学歴、劉以後。本学大学院生命体工学研究科生態機能応用工学専攻の博士前期課程を修了したので、修士、工学の学位を授与。平成29年9月20日、九州工業大学社を委任しました。ありがとうございます。Congratulations, please take a seat. We will now proceed to present the diplomas to the graduates of doctoral degree program. The diploma is presented to each of the graduates. 工学部物質工学専攻小田望。はい。学歴。小田本学大学院工学部物質工学専攻の博士後期課程を修了したので、博士工学の学位を授与する。平成29年9月22日、九州工業大学を委任します。ありがとうございます。学歴、川野博士。本学大学院工学部工学専攻の博士後期課程を修了したので、博士工学の学位を授与。平成29年9月22日、九州工業大学職員です。おめでとうございます。工学部工学専攻、半天。学歴、半編。本学大学院工学部工学専攻の博士後期課程を修了したので、博士工学の学位を授与。平成29年9月22日、九州工業大学長を委任しました。ありがとうございます。
工学部工学専攻宮田博士。はい。学歴宮田博士。本学大学院工学部工学専攻の博士工学課程を修了したので、博士工学の学位を授与。平成29年9月22日、九州工業大学所属です。おめでとうございます。工学部工学専攻、ディミトロ・ワイズ。はい。学歴ディミトロ・ファイズです。本学大学院工学部工学専攻の博士後期課程を修了したので、博士工学の学位を授与。平成29年9月22日九州工業大学長本家入試。おめでとうございます。学歴ラッシュドンドッグエルデンバーグ。本学大学院工学部工学専攻の博士後期課程を修了したので、博士工学の学位を授与。平成29年9月22日九州工業大学を受理入試。おめでとうございます。学歴シディ・アマヘッド・ベンブルカ。本学大学院工学部工学専攻の博士後期課程を修了したので、博士工学の学位を授与。平成29年9月22日九州工業大学所本院入試。おめでとうございます。学歴ドワイカツミ。本学大学院情報工学部情報工学専攻の博士後期課程を修了したので、博士情報工学の学位を授与。平成29年9月22日九州工業大学長本院入試。おめでとうございます。学歴 ADM シャビム・ブルータさん。本学大学院情報工学部情報工学専攻の博士後期課程を修了したので、博士情報工学の学位を授与。平成29年9月22日九州工業大学所本院入試。おめでとうございます。生態工学専攻石井純子。学歴石井純子。本学大学院生命体工学研究科生命体工学専攻の博士後期課程を修了したので、博士工学の学位を授与。平成29年9月22日九州工業大学所本院入試。おめでとうございます。
主幹に。学歴マニシパンティ音楽大学院生命体工学研究科生命体工学専攻の博士後期課程を修了したので博士工学の学位を授与する平成29年9月20日九州工業大学を委任しおめでとうございます。生命体工学研究科生命体工学専攻ユーリュガデリクヤセランタナン学域ユーリュガデリヤセランタナン音楽大学院生命体工学研究科生命体工学専攻の博士後期課程を終了